スターティングメンバーまずはホームの大分からです。ゴールキーパー高木、フォーバックは右から伊藤、ペレイラ、三沢、松本、ボランチ下田と小林勇気、中盤右に渡辺、左小林誠吾、2トップ小屋、長澤という予想フォーメーションになります。アウェーの徳島もスターティングメンバー予想フォーメーションでご紹介します。ゴールキーパーがスアレス、そしてフォーバックは右から藤田、内田、阿部、新井、中盤の底に桜井、その前に白井と児玉、そして前線は浜下、西谷、トップの位置は馬券がという布陣予想になります。近くには西谷、そこに預けて切り替え、切り替え、大分、下田、おお、これは小林誠吾、さあ運んでいく、小林誠吾まだ運ぶ、そして小屋、さあ一気にカウンターだ、小屋かわして、小屋、小屋のシュート、まだ小屋もう一つ打ってきましたが、長さに当たりましたかね、はい、ここの下田のパスが効きましたね。でここのドリブルですね、小林誠吾のスピードに乗ったドリブルからこの最後切り返し、うん、そしてフィニッシュまで行きますけど、最後ここね長さに当たってしまうんですね。まあただここまでの形は非常に大分良かったですよね。下田、あこれただ引っ掛けたチャンスですよ。さあ白井、高木がセーブ、白井の右足、いやこれはようやくシュート決定機でしたが、そうですね、はい、まあミスからですけどね、相手のミスからカットして、まあフリーだったんでね、まあもう少し余裕があればコースを狙えたかと思いますけどね。さあ藤田からのボール、阿部のヘディングシュートでしたが枠には行きませんでした。高木からのボール、お長澤、これはいい落としになった、小林誠吾だ、松本もいる、その松本クロスが入って小屋、小屋の東まで行きました、はい、そうですね、高木からのボール、松本、そして小林誠吾、小屋と長澤、エリアの小林誠吾からのボール、小屋バックヘッドというような形でしたが、小屋、まあ、一番ちょっとこう可能性は感じましたね。ここで一度長澤に当てて、さあここからの展開、スピードを上げていきたい大分、ね、はい、松本、浜下戻るが、松本、長澤スルーして、これチャンスになるか、渡辺の右足、いやー後半は大分の方が決定続きますが、渡辺ようやくいいシーンが出ましたね。まあ左の松本からのクロスですけどね、前で潰れてフリーになった渡辺、少し力みましたね、うん、下田、あとこれはショートだ、変化を加えてきた増山、そしてこのタイミングで下田の浮き球、伊佐、高さ、やはりコーナーキックからの流れは、おっと長澤が決めた、最後は長澤が飛び込んでという伊佐の折り返しも見事でしたが、やはりセットプレーはこの人、長澤です。ここショートから下田がラインギリギリのところでね、このボールですよ、柔らかいボール、伊佐がね折り返したボールに長さ、絶対的な自分のこう自信あるボールでしたね。そこに勇気を持って飛び込んだ、非常にこう相手も競り合ってくる中でちょっと怖いんですけどね、はい、よく当てましたね。この伊佐の折り返しも見事でしたね。いいボールでしたね。藤田からのボールと浮いてしまったというところで、ここはゴールキックに変わります。ここで
試合終了です。大分トリニータ連敗はしませんでした。2試合ぶりの勝利、しかも今日は今シーズン初の無失点ゲーム、完封勝利1対0、大分が勝利を飾っています。